こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。皆さんお元気でしょうか。夏バテで死んでないでしょうか。大丈夫ですか。はい、今日は皆さん多分知ってるけど今更なんだよっていう話なんですけど、ペグの打ち方とか抜き方のレクチャーをちょっとやりたいと思います。まずじゃあペグハンマーですね。うちのペグハンマーのまず説明をすると、基本ステンと真鍮ありますね。わかりますかね、ステンと真鍮。はい、あるんですけど、何が違うのって言ったら、こっちが若干柔らかいです。真鍮がステンが硬いです。それなんで真鍮は使っていけば使っていくほどこんな感じで変形していきます。でその代わり、ステンレスは全然変形しないっていう形になります。まあどっちがいいかなんですけど、基本的に、ネットで人気があるのはこちらです。真鍮の方、やっぱり味が出てくっていうような感じの言い方になります。で、ここの村の鍛冶屋の庭ありますね。今見てもらっていいですかね。こんな感じで庭あるんですけど、ここでハンマーを試されたお客様は大体がこっち買ってきますなんでか、変形しないからまあお財布に優しいよと。まあこっちも変形してったら交換すればいいだけなんですけど、まあ皆さん基本こっち買ってきます。であと長さ、短いのと長いのはあります。で破壊力、絶対こっちの方が破壊力あります。長い分打つ力の、まあ物理用語でいくとモーメントが違うんで、絶対こっちの方が破壊力あるんですけど、女性とかお子さん、あとバイクで回られてる方です。バイカーの方だとこっち選ぶ方が大多数です。はい、基本的にうちのエリッゼステークなんですけど、わかりますかね、すいません汚くて、楕円なんです。楕円なんで、まあ丸いのと違って回せば空間ができるんで抜きやすいっていう、そういう特典利点があります。それなんで、結構初心者の方でやりがちなのが、まあ打つときはまあいいんですよ、打つときは普通に打っててもらえばいいんですけど、抜くときですね、抜くときに抜けない、うーんってこんなやって体重かけられる方いますよね。でこれは絶対やっちゃダメです。どんな鍛造ペグでもこれやると曲がります。それなんでまず、まあ、うちのペグなんですけど、まあ、こんな感じで回してください。グリグリと回してもらって、抜く方向は刺さってる方向です。刺さってる方向の逆側、こっちの方向に抜いてください。そうすると簡単に抜けます。もう一個おすすめするのが、なんでうちここに穴が開いてるかわかりますかね。ペグハンマー穴開いてるんですけど、なんでこれが開いてるかっていうと、基本こう回しても抜けない時あります。すっごい硬い時、うーんって。で抜けない時あるんですよ。その時にここを使います。ここを使ってこのクリ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 やりながら今度抜いていくっていう、このやり方で上にはさっきみたいに引っ張り上げる。そうです、引っ張り上げていきます。これを知らない方が結構多いので、何のためにこの穴ついてるのっていうのを分かってもらえればっていう。であと結構聞かれるのが打つ角度ですね。基本的に、よく言われるのが、この紐に対して45度がいいよっていう、こんな感じですかね。もう引っ張るのに対してここがちょうど90度になるような感じで言われるんですけど、結構寝せて打っちゃうと、なんていうか、ここのね土の量が
刺さってるとこからここの土の量が少なくなるんですよ。見えますかね、ここ刺さってるとしたら、こはい、こっちこっち刺さってるとしたら、本当は一番いいのは90度なんですけど、90度だと上に抜けちゃう可能性もあるんで、できれば地面に対して70度ぐらいの方が、ここに土があるんで、あのいかない。40度ぐらいでやっちゃうと、硬い地面だといいんですけど、柔らかいとこだとこう動いちゃうんですね、ここ支点にして。それなんで打つのは、まあ、90度、ここの90度っていうのもありなんですけど、できれば地面に対して70度ぐらいの方がひっくり返りにくいっていうのを分かってもらいながら打ってもらうといいと思います。じゃあ最後、クロスペグビートルを合わせてもらいました。ありがとうございます。クロスペグビートル持ってきてね次やりますね。次それやりますね。本来、抜けやすいとこだとこんな感じで、こういう風な感じですね。これで固定すると結構いいです。まあそれをやりやすくしたのがクロスペグなんで、あのよかったら見てください。最後、アルティメットの違いですね。アルティメットと通常のペグとの違い、基本的にこっちは普通鍛造して色をつけてるだけです。こっちは。で、こっちは。鍛造してその後一回焼き入れしてます。それなんで、結構ここ使っていくと、へこんだりしてきます。こっちの方。で、こっちの方はここにも焼き入れが入ってるので非常に硬いです。硬くて石とかも普通に割れます。で、こういうこっちのペグだと、さっきみたいに変な体重のかけ方ですね、体重のうーんっていう変な体重のかけ方しちゃうと基本300キロぐらいで曲がります。まあ自分が体重80キロぐらいなんでグッてやると曲がっちゃうんですけど、こっちは1トンぐらいまで曲がらないんで、まあ体重かけても大丈夫だけど体重かけないねっていうやつです。はい、ね、今日はこれぐらいで終わります。はい、ではじゃあ、じゃあまた、はい、村鍛冶ライブでした。ありがとうございます。じゃあまた。ありがとうございました。